こんにちは、コスプレイヤーのスカイリです。今回はブラザーさんのスキャンカットデラックスを紹介していきたいと思います。スキャンカットはハサミやカッターを使わずにタッチパネルの操作で紙や布、薄いプラスチックのシートやステッカーなどをカットできるマシンです。内蔵機能はもちろん手書きのイラストなどを手軽にカットできるスキャナー内蔵のカッティングマシンとなっています。はい、では早速使っていきましょう。はい、ではスキャンカットの簡単な使い方を説明していきます。まずこちらのカッティングマットを用意いたします。こちらのりの面がついているのでこちらの保護フィルムを剥がしてあげます。カッティングマットに熱で転写できるシートを貼り付けます。こちら注意点としては接着面が表に来るように貼ってください。ではこちらのカッティングマットをスキャンカットにセットします。こちらに合わせて、はい、セットが完了したら模様を選びます。今回はマスクに柄をつけたいので、何がいいかな、ライオンとかかっこいいですね。こちらでサイズを調整します。3センチぐらいですね。はい、そしたらこちらにセットする台紙のどこの位置にカットされるかっていうのが表示されるので、こちらで確認をしてカットモードですね。でテストを行っていきます。綺麗に切り抜けるかのテストですね。でカット位置を調整します。スタート。綺麗に剥げるか確認していきます。うん、めちゃくちゃ綺麗ですね。でこちら一回確認した後に台紙一回剥がしてみて裏の面もカットされてないかチェックします。大丈夫ですね。はい、テストが完了したのでスタートキー。はい、カットが終わったのでカッティングマットを一回外して確認してみます。剥がしていきます。お、こうやって形だーっと引き抜けると気持ちいいですね。おお、いいですね。はい、こちらのマスクに先ほどカットしたこちらをセットします。こんな感じで台紙の上からアイロンでプレス、1箇所に5秒ぐらい当てると、はい、冷えるのを待ちます。はい、だいたい冷えてきたので剥がしていきましょう。つけてみるとこんな感じですね。こんな感じでも簡単に柄がつけれるので、最近やっぱりスマホアプリ系のゲームのキャラクターってすごい細かい模様入ってるキャラクター多いと思うんですけども、そういうキャラクターの模様を切り抜くときもすごいお手軽にこういう柄制作できるかなと思います。